消息不明となったジンに代わり三島財閥の当主に返り咲いた兵八はデビルの力を持つカズヤをおびき出すためザ・キング・オブ・アイアンフィスト・トーナメントの開催を宣言する。その裏で消息不明となっていたジンを救出した俺たちはアジトに潜伏しながら攻勢に出るチャンスをうかがっていた。やがて三島財閥と G 社による戦争は苛烈さを増していき、ついに平八と和也の戦いに決着の時が訪れる。貴様からは全てを取り戻す。戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけだ。決着はついた。しかし和也は三島財閥を壊滅させた後も世界を侵攻し続けている。平八亡き今、和也を止めることができるのは俺たちだけだ。ああ、デビルの力を持つ者として和也は俺が殺す。